遠鏡とは薩摩藩士の魂の叫びに新選組も警戒した薬丸次元流。遠鏡とは鹿児島に伝わる剣術、薬丸次元流において剣の打ち込みをするときにする絶叫です。よくチェストと混同されますが、掛け声ではなく絶叫なので、鶏が鳴くような高い叫び声を出すのが特徴です。少年漫画でもルローニ剣心やゴールデンカムイの小糸少尉が次元流の使い手として絶叫を響かせていて、再び注目を集めています。しかし、そもそもなんで薬丸次元流ではあんな叫び声を出すのでしょうか。遠鏡の理由とは、人間は力を出すときには呼吸を吐いて止めた方が吸って止めるよりも強い力が出せる特徴があります。空手でもはっという掛け声と同時に息を吐いて拳を突き出します。薬丸次元流もそれと同じで、刃を振り下ろすタイミングで息を吐いて止め、その時に消えーという叫びになると考えられます。つまり近くで消えーと聞こえたら、もうお前めがけて刀を振り下ろしているから気をつけろよということですが、その段階だともう遅いですね。薬丸次元流の稽古がクレイジー。遠鏡という独特の絶叫からして、すでにヤバい雰囲気を醸し出している薬丸次元流ですが、その稽古もやはり独特です。薬丸次元流の稽古は八層の構えより剣を天に向かって突き上げて腰を低く落とした次元流とは異なるトンボを取るの基本姿勢で、横木に気合を込めて太刀を振り下ろすというものです。この時にも消えーという遠鏡が出ますが、次元流の稽古はこの横木打ちの反復なのです。江戸時代の使い手にはこの横木を打つだけの稽古を一日数千回も繰り返す強者がいたそうですが、狂ったように横木を木刀で叩き遠鏡を上げる稽古は、知らない人には全く常軌を逸したクレイジーな行為に見え、江戸暮らしが長かった幕末試験校の一人、島津成明は狂人の剣術と呼んで侮ったと言われています。現在でもその遠鏡を気味悪がった近所の人の苦情で、次元流練習場が市街地から郊外の自衛隊訓練場に移ったケースもあるとウィキペディアには書いてあります。敵を切り倒すまで永久運動。もう一つ薬丸次元流の凄さは、一度抜刀したら目の前の相手を切り伏せるか、自分が切られて絶命するまで刀を振り下ろすのをやめないという永久運動です。薬丸次元流では、一の太刀を疑わず二の太刀は負けと教えられるので、全てのエネルギーを刀の先に集中するような戦い方をします。つまり敵を見つけたら全速力で走り出し、野立ちに運動エネルギーを集中させて、強い踏み込みと同時に消えーと叫び、釣り竿を投げるように渾身の力で敵を切り倒します。この場合、よほどの手だれでない限り初立ちを受けることはできず、刀を折られて真っ二つに切り裂かれるか、自分の刀や唾が頭にめり込んで死ぬか、いずれかの運命しかなく、新選組局長近藤勇は、次元流の使い手に出会ったら初立ちを避けよと大使にはアドバイスしていました。また西南戦争では、次元流の初立ちを小銃で受けた新政府軍の兵士が小銃ごと頭蓋骨を割られて死ぬという事例もあったそうです。疲れ知らずで死ぬまで打ち込みをやめない薩摩藩士の消えーは、敵対する侍や兵士にとって大きな脅威だったことでしょう。薩摩の元勲が学んだ薬丸次元流。薬丸次元流は幕末の薬丸兼義の頃に次元流から独立した師範家として正式に認められ、主として薩摩の下級武士に多くの門下生を持ちました。その理由としては、次元流のように深く難解な精神性を持たず、ただ一撃必殺の技を突き詰めることを教えるので、深く学問する余暇がない下級武士の受けが良かったこと、他にはなこかいとぼかいなこよっかひっとべという薩摩の林言葉にもあるように、悩まずに勇気を持ってやってみろという精神風土に、失敗したらおしまいという一撃必殺の薬丸次元流はマッチしたのかもしれません。
実際に薬丸自顕流の使い手には歴史に名を残した偉人が多く、大老井伊直弼を惨殺した有村次左衛門や東西軍参謀伊地知政春、鹿児島県で大山綱吉、西郷の懐刀桐野利明、西郷継道、東郷平八郎などなど、そうそうたる面々が名前を連ねています。遠鏡はやってやるぜの魂の絶叫。薬丸自顕流の使い手には非常な勇気の持ち主が多く、なこかいとぼかいなこよかひっとべ精神で時代の閉塞感に風穴を開けた人々と言えるのかもしれません。カワウソは向上心の一番の敵はこのままでいいかなという自分の臆病さだと思います。人間は誰でも成功したいですが、同時に失敗して何かを失うことを恐れます。心理学による実験でもコイントスで表が出たら150ドル手に入り、裏が出たら100ドル支払うという条件を提示されると、ほとんどの人はこの挑戦を断るそうです。これはプロスペクト理論といい、大きな儲けがあっても損失を被る可能性があるなら人は挑戦を拒否するという心理に基づいています。それは時代を問わずどんな人でもそうだと思いますが、薬丸自顕流の使い手はやってみないとわからんぜの精神で、遠鏡とともに不可能に思えることにも挑戦し続けたのでしょう。遠鏡とはハングリーな薩摩下級武士の魂の叫びだったのです。日本史ライターカワウソの独り言。今回は遠鏡について解説してみました。遠鏡は薬丸自顕流という一撃必殺の剣術の中で生まれた気合の一言であり、激しい稽古で自信を強めた薩摩藩士が、なこかいとぼかいなこよかひっとべという精神で当たって砕けろとばかりに突き進む魂の叫びだったのです。敵視点に立つとただただ怖い遠鏡ですが、その背景を考えると希望に満ちた前向きな叫びになるんですね。キエー。